まずここのところが中に入ってきます。それから、ここの位置っていうのがね、なかなか下から、下に置いてこう上がってらっしゃる方があって、これは下からではなくて、もうちょっと上。こっから下の補助線。それから、途中経過で見た方がわかるかな。こう書くでしょ。だからこっ ここから下ろしたもの。あと、ここあんまり長くしないで、ここと同じ高さ。ここにペン先とか筆先を置いて、横、斜め、持ってくるといいと思うんだよね。なかなかね、それがね、こうでしょこう。 っていう感じうん。それからね、この部分もね、なかなか組み合わせがね、難しいところなのよ。この部分。この部分。どう難しいかというと、えっ、ー、とね、ま、えっ、ー、と、口から書くよ。こう書いて、ま、こう書きました。結構ね、これね、この辺から書く人があるんだよ。 ちょっと頭がないと見にくいでも、ここまではまあ一緒だとして、次をこのちょっとこの辺の上の方から出すとさ、これでわかると思うんだけど、ここ同じ高さじゃないまあここも同じじゃないそうすると、ここよりもちょっと遠いところからすると、この高さがさ、短いんだ。 低いんだでここ真ん中近くから出るとやっぱりこの部分が長くなるんだよねだから同じこう幅でこう大体いい同じ幅じゃない書いた字の形でもこっちの方がさ重心がずっと上に上がってるように見えるんだよねなのでここの組み合わせってとっても大切でも混んでるんだよね結構ごちゃごちゃしてるんだよね ここのところこころをしっかりと上の方から組み合わせるあんまり力入れて太く描きすぎないそういうこともし,してもらいたいかな <laughs> というところかなまあまあここの払いとかはよく説明してるからこことここ揃えてここの一番右のところから払い切るとかさ いうところはまあみんなに伝えてるところだから。書いてみて。でまあ句だ。句のね、ここの当たるっていうかな。この部分がね、甘い人がいるな。ここに、例えば壁があるようなイメージで、ここでしっかりトンと当たって、ここをね、ここに来た時に、穂先が上、腹が下、 こういう感じに置いて、で、横に持っていく。わかるかな穂先が上で、腹が下になってんの、今。で、これで、持っていくと、上が穂先が上になってね、ツンとこう、やれば、ここがきれいになるんだよね。止めた場合。まあ、これはスーッと次へ展開してるけれど。 ここの当て方大切なんだよね穂先を上にして当てるっていう,そ,うそこちょっとやってみてのはさっきまあ言ったから端をアレクシオかあの強弱ねここ細くしてトンとして太くしてっていうね YouTube で見るとこれだけ見る人がいるからそうすると前のあの 説明がわかんないっていうのがあるんだよね。まあいいか。で、山という字もここ当てるっていうところ、当たるっていうところがあるよね。こうして、トン。で、持っていく。こういうところの直線を意識しながら線を書いていくと、よりピリッとした形になるよね。山は少しここ出すのを気をつけてね。で、こう細いところも筆先をしっかりと 立てて、ここもキュッと抑揚をかけて、こんな感じで書いた。で、和という字は、ここのところね、少し太めにして引き上げて、それからツンとして持っていくと、ドンとなりすぎない。ここから線を引いたら、ちょっと上がる。それから、数とか葉の結びの時の、 巣はトンとして、止める、止める、止める。で、ここからスーッと持っていく。歯は、ここまで急カーブして、ここで一旦止める。で、ちょっと進んで、まあ、止めるというか、筆先を休めるっていうかね。そんな感じで、 持っていってあげるといいよね。丁寧に展開してあげるといいよね。まあ、ツーはいいか。このカーリーと連名になっているところね。ここはカーをツンと書きました。で、次へ持っていってトン。で、ちょっとかかるようにして。ここでちょっと穂先だけをこう、つけて。で、力を入れて、下の方を太さを出すと。 こんな風に展開していくといいよね。で、まあ、雪という字は、この方向と長さ。ここね。こっちとこっちの方向と長さをよく見る。それから点の位置は真ん中に寄せる。まあ、そんな感じ。で、バッケルという字の、この部分。ちょっと長いよ。 で、ここの部分は優しく穂先だけ。で、次へ展開していく。まあ、次いいかな。これね、章という、じゃあ、これね、こっち長く、こっち短くはまあ、基本だよね。こういうふうに、あの、線の連続があるときに、そこのところを少し開けてあげる。こういうところね。 まあ、ひっついちゃってもまあいいっちゃいいけど、こう。ね、ドン。こういう風うにしてあげると、なんか混み合った感じにならないよね。で、こういうところもしっかりと、ツンとしてあげて。それからスーッと力を抜いていく。ここは、 縦からぐっと横に持っていく。横、ツン、まっすぐからぐいっと横でトン。この収筆っていうのは、トンってするでしょそしたら、止めて、ちょっと穂先の方に力を加えて、もう一回こう、ぐっと。 このさ弾力抑揚、これを使ってこの収筆をきれいにまとめ上げるといいと思うよ。小筆もきれいにできるからねみんなこういうところの,あの最後のところがパサパサになってしまったりなんかこうおろそかになってる感じがあるよね。巣だったら こんな感じうん。はい。で、次が、寒気か。ええー、と、これは、下の方が幅広くなるから、上の冠があまり広くならないよ。横は細く。おうん 大きな車が通ったんでしょ。縦を、こんな感じ。横は細く、縦は太く。っていう感じで組み合わせてもらうと明るくなるよ。で、木という字は、ここのところ。えっとね。 でここで一旦力入れて、ほんのちょっとね、左に進めるの。それから反りに入ってくると、しっかりとここが反れる。この左に入らないで反ると、こうまっすぐになっちゃったりする場合があるから、ぐっと押さえて一旦ぎゅっと左に入るのをおすすめするかな。で、この羽の方向もしっかりと見定めて、羽はここで終わりじゃなくて、こっちにこう、 遠くにね、勢いが行くから、遠くまで威力が存在するからね。ちゃんとあの、見定めるというか、方向付けをしないとね。から、全体が台形になるので、この部分の長くここねで。ここまで大きくすると、こっからこっちに来たこの気脈がよくわかるよね。 こ,この組み合わせは真ん中か下が短くなるようによくあるのがね「木」っていう字のこれをまあ長いのと上に組み合わせるからこの三角目の横の線これよりも下に1画目の線がいってしまうこれだとねかぶさったようで重くなってしまうから おすすめしないな。うん、これよりも上で終わるぐらいのところがすっきりと綺麗な形になるよね。で、まあ、2。2ね、小筆で書くときは、これね、優しく入って、ぐーっと太さで広がりを感じさせる。まっすぐに動かしてるんだけれども、ぐーっと太くすることで、 右に上がってるように見えるテクニックを使うと、すっきり描ける。よく2で、上に上がりすぎてる人えっと、こう上がりすぎちゃう人かなあと、ここを丸くしちゃう人もあるんだよね。もうちょっと子供っぽくなるし、形が整わないから、 ペンだとなかなかやりにくい。ペンも同じようには動かしてはいるんだけど、表現の幅が狭くなる。でも、小筆だと、だんだん太くする。直線を描きながらだんだん太くすることで、広がりを持たせる。こういう線を描けるので、ちょっと挑戦してみてよ。で、包むという字はここをしっかり開けるね。ここもね、この組み合わせ方を、 意識して、ここよりもこの部分が下に下がらない結構いらしたよ、これ長くてさ、前髪長すぎ違いますかっていう字がね。で、まあ、この間なんかも、こう丸くして、こっちはちょっとぐっと太く。これはスーッと入って、ここの勢いをこう受けて、ちょっとここが当たるように、ちょっとこう、くる。 みたいな横の線を二つ組み合わせてから、間をすると、あ、こちょっと大きくなった。うん、表情豊かになるよ。で、まあ、あれだよね。では、こっから来て、ここでツンとして、それから下に持っていく。我という字は、ここのところが広がってしまって、この下にこう、台形のように広がっていく。 ところがうまく表現できていない。なので、これはペンの方がいいかな。ここ中心取りました。第一角目ほぼ中心近くで、こう持っていくでしょ。で、ここも中心上ぐらい。第一角目の上から。で、ぐっと反っていくと。そうすることで、下の方が広がるような樹形になってかっこいいので、この部分が、うん、 広がりすぎないように気をつけてくれるかな。それから、がという字は、まあ、ここが長くなりすぎないように。形的にはこうだよね。それから、この部分をちゃんと広げて。で、毛筆の人では、だいたいこのペン、あの点の表情はいいんだけど、硬筆で書くときは、 こういう線を描かれる方いっぱいいるのよ。毛筆で書いたとしたら、こういうことかえ違うな。まあ、こんな感じかつまりこのね、最初優しく、収筆を、に太さを出す。こういう線で書きたい。その方が落ち着いて綺麗なのに、ぴゃんぴゃんぴゃんって書く人がいるので、まあ、毛筆でも気をつけて。 放室もやってる人がいたらちょっと気をつけてね。でまあ家だ。家は、まずこの部分が狭い人がいる。この、1、2、3、4画目か。4画目の横は、ここの終わりをちょっと意識して、この終わりの直線上か、ちょっと上ぐらい。これがぐっと中に入ってしまって窮屈な人があるからね。 気をつけてね。で、まあ、横で。で、次がね、ここもまた広い人がいるの。こう、下にこう持っていっちゃって。これ結構いらっしゃるよ。こう、まあ、こう書いたとするじゃない。で、こう書いたら、これがね、こう下がるの。で、こう来て、こんな感じかな。なんか、あの、なんか、腰が曲がってるっていうか、 前鏡になりすぎちゃってるっていうか、かここの空間、これが違うんだよね。だからそれを気をつけて、ちょっと斜めなんだけれども、横を意識するような感じで書く。で、まあ、ちょんとして、で、丸めながら、ここは中心状ね、中心の上に持って。 大丈夫かかけたら持っておいてよ。で、ここのトンのところから線2本が生えてきて、この部分を残しておくことで縦長に見えると。やっぱり毛筆だからね、ここの、この狭いところに、ここの始まりを2個持っていくのが、皆さんちょっと窮屈なのかな。そういう場合は筆を真っ立てにする。た筆を立ててあげると、 狭いところが綺麗に白を残しながら書けるから、ね、筆を立ててあげてください。まあ、筆は立てるっていうのは基本なんだけど、ちょっとだけ軸を自分の方に傾けるのはありだと思うんだよね。それから、庭。庭という字も強弱に気をつけることと、 うん。どうなんだ。こういうところまでギュッと入れすぎないこと。ここも縦からぐっと回ること。あとね、この部分の高さ、ここの高さをこんなところから出ちゃうと、この斜めが描けないでしょう、こう。だここの出始めの高さも気をつけてもらうといいよね。で、まあ、タレだから、いつも言うように、中に入れるものは、 ちょっとだけ右にずら、ちょっとだけよ。これだってわかんないでしょ右にずらしたかなって。私としてはちょっと中のものは右に、ちょっとだけずれてるなって感じるけど。このちょっとだけなんだ。まあ、それからにもいいし、もという字も、よく言うこの中心から始まって、ちょっとこう膨らませて中心に持ってくる。その形は同じで、 それに毛質のこの太さの変化をここ力入れてこの力ちょっと抜いてあげるのそれから今度ここで力入れてあげて抜いてあげるのそうすると重くならないでここを優しく入れてぐーっと太くしてで次へ力を飛ばしてキャッチするで次へ展開するという形にして してあげるといいよね。うい。かけたお。今度は、見せてあげるか。あ、今度は、会所。はい。よくかけております。そういうまいんだよ。まあ、あそれはいいとして。はい。 これ、あまりここが綺麗じゃないね。ちょっと書き直すか。こうさ。さっきのね、収筆の部分。ここも、ちょっと見にくいか穂先が左側を進んで,で、そのまま下ろしていくって止めると、穂先がこっちに来てるでしょ そこでトンと抑揚ちょっとかけて、最後に穂先が紙から抜けるようにすると、この部分に穂先がピッと当たるから、綺麗な収筆ができる。うん。そうなの。だからこう、線は腹、腹、と穂先でできるような感じのイメージで持っていくといいよね。まあ、これはお子さんの大筆でも。 大人のお筆でも一緒だよね。で、こういうところも急がないで。こういうところも最初は直線で持ってきて、最後にちょっと中に入るようにすると丸く描けるんだよね。皆さんここ全体を丸く描く人がいらっしゃるよね。こうして、全体をぐーっと丸く。丸まりすぎちゃうんじゃないかなと思うんだよね。 持ってきてきちょっと直線状に持っていって最後にちょっと中に持っていってあげる。それで結構ね、丸、すっきりとした丸みのある線ができると思うんだよね。で、まあこれだな。まあアメカンムリはさっき言ったみたいにね。で、ここのところさ、あの、おろそかにしないで、まあ私はここが縦でしょ。で、これも立ち気味でこう続けて、次も、 ツンとして、縦を意識して横に持っていく。その理由は、ここを縦。まあ、点だからちょっとこう、ツンこういう風なイメージにするよ。ツンは作ったりするけれど、ここを縦にイメージすることで、ここの空間が四角く残るじゃん。こっちも四角く縦。こっちも残って、スッキリになるかなと思って、 意識的にちょっとこの部分をまっすぐ直線に持っていくかな。うん。まあ、そんな感じ。下もやっぱり横を細く縦を太くするとかっこいいよね。まあ、がわ来ました。これね、んと、日本のお手本結構こことここよりもここが高かったんで、高く書いてみましたけど、 こっちは小里辺なので、この部分は小さく書く。ね。そして、で、ちょっとだけ高いぐらいがいいんじゃないかなと。それで、ここの下に、この部分を入れ込んでいって、それで、右払い。それから、次のここへ持っていくという。 でこの部分をしっかりと小里編のこの下の部分にはめ込むということ。だから、こっから上に上がった方が、うーんと、縦長には描けるけれども、上がりすぎちゃって、この部分がぶつかるようなことのないように書かれるといいんじゃないかなと思うよね。で、フリーよりはまあ一緒、さっき言った、中心の、 近くっていうことだよね。だから、まあというのもそう。ここか。まあしのところだね。日本のまあしの続け方っていうのは、こっからこうしたら、この縦の線が過ぎるとすぐにこう下に行かれる。それいいと思うよ。で、私のお手本を持ってる人は、ここがちょっと空いてるんだよね。どっちも好きな方を書かれるといいと思いますね。で、うーん 長いこの線を描くときに、ここ描くときに、このね、手のさ、うんと、ちょっと小さくするね。小さくして、手のひらの、この、もっと小さくするか。これできるか。手のね、このグリグリがあるでしょ、ここ。このグリグリを、この紙の上に置いて、そのグリグリをこう、 するようなイメージ私はね。だからまあ、こう、まあ書き、もうちょっとこっちで書くか。こうね、ちょっと手に、あれがいっちゃうな。まあ、これでいいかこう書くでしょこう行って、ここまで来たら、このぐりぐりのところに意識を置いて、で、ちょっとこうぐりぐりをずらすような感じ。 で書くかこうして指先をこうこう押さえて書くかどちらかでいいと思うな、うん。指先を動かすっていうのもありだと思うし私は結構ねグリグリ動かすかな。まあそ,まあ、その辺は皆さんにお任せいたしますね。ということであとは「タ」。 たを書くときは、さっきの2と一緒かうん。だんだんここのところね、太くしてみる。で、これは長く短く。で、ここのところもピュッと出てるでしょこれも、やっぱり穂先と腹で線を引いて、トンとして最後通ると、ここがピッと穂先が出て、